はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 A の2つの円の位置関係と共通接線2をお送りします。で、前回からね、このタイトル始まって、まあ、前回はその位置関係を中心にやってったんですが、ここでね、違うタイプの問題を2問やっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、ちょっと厳しいのがあれば、今からね、自分の方が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回は長さを求める問題ですね。両方 AB を求めるんですが、まず、下の図で直線 AB、これね、AB は、円を O' 2つ円があるんですけど、それぞれ A と B で接してます。で、その時に AB、 ここの長さとこの長さを求めていきたいと。で、両方とも円を O' の半径が書いてあって、中心間の距離が書いてあります。で、このタイプの問題ではすごく有名な2つの図になります。他のタイプもあるんですけど、まあ、一つここは押さえておこうということで、まあ、やり方覚えてもらえたらと思うんですが、まずこっちから。で、こっちは左側の円 O が半径5です。こっちの半径が4です。で、中心間の距離なんで、ここの距離、これ、これが6です。で、これはですね、どう解くかっていうと、まずここに線引きます。中心からここに向かって。で、この中心からこの接点、ちょっとずれましたね。向かって線を引くと。で、大事なことは、接線、まあ、接点でもいいですけど、に向かって、こうね、円の中心から引いたときには、接点のところ、必ず90度になります。で、これね、こっちに引く人とこっちに引く人に分かれるんですけど、まあ、自分でこっちに引いちゃうので、何をするかっていうと、ここに長方形作ります。だから、まあ、こんな感じ。ちょっと見にくかったらね、パソコンの方は全画面表示で見てください。で、ここにこういう風に、これ、長方形になってない。ちょっと曲がっちゃったけど。ごめんよ。もうちょっと下か。まあ、あんま変わってないけど、まあ、このぐらいかな。になった時に、今、半径が5、4なので、ここが4なんですよ。で、ここが5になります。で、何をやっていくかっていうと、今から、ここの三角形を使って問題を解いていきます。で、ちょっとちっちゃいんで取り出しますね。ね、細くなってますけど、まあ、拡大するとこんな感じだと思ってください。で、大事なことは、ここに長方形を作ったので、もちろんここは90だから、ここも90度になります。で、中心間の距離、ここね。これが中心間の距離だから、ここは6なんです、今。ここ。で、この部分、こっち。これは長方形を作ったから、こことここは一致します。つまり求めたい AB なので、ここは X になります。で、残り。ここは、もともと5。で、長方形を作ってるので、4でしょ？で、ここも4です。長方形だから。だから、残りのこの部分っていうのは、5から4を引いたので、1になります。で、直角三角形です。ね、3つの辺。まあ、X はカタトエと1つ入ってますけど、三辺方の定理が使うことができるので、斜辺、6の2乗、36、イコール、x の2乗プラス1と。あとはこれを解いて終了となります。で、x の2乗、まとめるとね、35。で、x イコール、プラスマイナス、ルート35になります、本当は。ただ、長さにマイナスはないので、あ、一応まあ書いとくか。35。で、マイナスがないから、こっちの答えは ab イコール、ルート35と。これで終了となります。で、次はこのタイプの問題です。まあ、半径こっちが6、こっちが3。で、中心間、ここだね。書いちゃうか。ここが13ですね。よいしょ、この距離が13となります。で、このタイプはどうやるかっていうと、自分はね、ここに、また接点に向かって線を引く。ですけど、伸ばします、ここ。これ伸ばしちゃってください。で、この AB と平行な、ここを通るね。まあ、三角形作りたいんですね、結局ね。こういう風に線を引きます。で、ここがですね、直角三角形になります。なぜかっていうと、ここ、直角だね。で、もともと、
ここも直角で、ここがこういう長方形ができるんです。なので、なんだ、平行な線こうね、引いてるから、ここも垂直なんでね。だからここが垂直になると。で、結局、こっちと同じように三平方の定理で倒しに行きます。この問題も。で、あとは長さがポイントで、今、ここ、よいしょ。ここは AB だよね。で、長方形を書いてるので、もちろん、ここの部分が AB と一致します。つまり、ここ X なんです。ここね。で、中心間の距離が13だから、ここの部分が13なんです。で、あと欲しいのはここなんだよね。ここが欲しいと。で、どう出すかっていうと、この長さ。これは右の円 O' の半径なので、ここ3なんです。で、この長さっていうのは、さっきもね、長方形ばっかり言ってるけど、ここに長方形を書いてるので、ここと一致します。で、これはこっち側の半径だから6なんだよね。つまり足して9ってことがわかる。で、この三角形、直角三角形なので、三平方の定理が使える。だから、13の2乗、つまり169イコール x の2乗プラス9の2乗で81。で、x の2乗イコール88。x イコールプラスマイナス、88だから、4×22 なんで、2ルート22。で、長さにマイナスはないから、右入るから。あ、ギリ入るね。ab イコール、2ルート22で、これで終了となります。まあ、最初にもね、ちょっと話をしましたけど、もちろんこれと違うタイプのね、長さを求める問題も出てきます。出てくるんですが、ひとまずこの2つは押さえておいてください。すごく一番出やすいタイプの、一番シンプルな形の、長さを求める問題となりますので、こんな感じでやってもらえたらと思います。では、今回は高校数学数 A の2つの円の位置関係と共通接線丸2についてお送りしました。今回はね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回丸3はまだちょっと続きますので、もしよかったらね、次回の方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。